どうもおはようございます。今日も相場解説を始めさせていただきます。9月22日朝6時6分になりました。で、今回の動画は FX オリガルヒの皆様と速稼塾塾生さん限定になります。でね、 FX オリガルヒにご参加の方は雑談というページにちょっとプラスアルファで面白い、まあ、動画を投稿してますので、ちょっとご覧いただければちょっと骨休みになるんじゃないかなと思います。この雑談コーナーもたまに見てくださいね。ちょっと面白いのたまに載せるようになりますんで。はい、そして今日の相場解説なんですけども、ちょっと切り替えてご覧いただくようになりますので、まず画面を見てみましょう。4時です。まずは4時の1時間なんですけども、1時間軸なんですけども、あの FRB の利上げがありましたよね。 FOMC です。こちらの方でこれ継続して 0.75% の利上げが確定したということだったんです。ということでね、前回と同じように大きく下の方にズッコーンと触れたのが矢印で書いてるところです。こういうふうに下の方に大きく下がってきましたね。これは前回の FOMC と同じ動きなんで、だからもう一回ね、 FOMC が今年あった時にはこれをよく覚えておきましょう。で、今回も覚えていた方はもしかしたらこれを利用したかもしれませんね。それを雑談でちょっとお話してるんですが、基本的にはテクニカルじゃありませんので、この動画の中ではあんまり強くお勧めしません。こういった材料のある時は玉を外してほっときましょう。で、次なんですけども、ちょっとだけお見せしましょうね。この反発を狙っての2万円ゲットということでございます。はい、次こういう画面が出ます。3回連続の 0.75% の大幅の利上げということが速報で上がってきた時に、先ほどのね、大きな陰線ができて、その後落ち着きを取り戻すかのように半値戻しが起きてきたってことになります。じゃあここから通常の相場解説になりますので、デイリーの方から見ていきます。デイリーなんですけども、ここでちょっと横ばいっていうかね、上昇トレンドが固まっちゃったよみたいなことを何回かに分けてお話ししましたけども、その中でもね、これ上昇の気配が出てきたんですよ。これサンバガラスでしょ、ね、赤三平ってやつでしょ。サンバガラスは違いました、すいません。赤三平ね、テクニカルで言う赤三、あれ赤三平ですからね。赤三平と書いてもいいですかね。赤三平の後ってやっぱり基本的には上上がりますんで、ちょっと日が出ちゃってますけどもね、まあ確定してないんで、この日が消えるように、3つ目の陽線が確定すれば赤三平と見ていいと思います。これから144円とか一旦行きましたけどね、145円の方向に向かうと思います。じゃあ次は4時間なんですけども、4時間で興味深いのは陰線が大きく下髭を出してるところですね。まあ材料の影響もあるんですけども、まあここにも下髭出してますし、全体的にこれ上にグッと上がってるでしょ。で、先ほどの日足のことも考えると、これからはあの145円の方向に行くんじゃないですか、再びね。それ以外は見えないですよ。これここからなんでね、こういう風に行くっていう仮説が成り立つのかって今のところないですね。で、1時間を見てみましょう。現在6時9分の1時間なんですけども、ご覧のようにね、材料でドカーンと下がった分、半値戻しは完成したでしょ。これっていうのはテクニカルじゃありませんから、この相場解説では解説細かくしませんけども、こういった現象があるよねってことはね、頭に入れといてください。で、そのことを雑談でお話ししますんで、FX オリガルヒの方はちょっと得します。はい。それで、ここにね、陰線めいたものが今出来かけてます。これがだから朝6時から始まった値動きってことになりますので、今後も注目していくことになると思います。全体的にはだから右肩上がりなんですよ。で、一応材料の動きってのはもう3回目ですから、もうこれで落ち着いたと思っていいと思います。まあ少なくとも今日の午前中をね、しっかりと過ごせば、もうエントリーはできるようになると思います。そのエントリーする際っていうのは、基本的にはバイを入れるようになりますからね。まあエントリーするならバイかなと思っておけばいいです。補助的に線を入れるとすれば、こんな形にはなってますから。だんだん上に上がってるところなんですよ。振幅がほらね、収束の逆でしょ。で、材料があったにしてもこうなってるわけですよ。今度こんな感じですよね。これから見える形はこういったとこですかね。まあそれを確認するために今日の午前中は使っていきましょうってことになります。はい、じゃあいかがだったでしょうか。速稼塾FX オリガルヒの
ご参加の方と速稼塾の塾生さんにお送りしているこの FX の相場解説ですけども、FX オリガルヒの方はね、現在19名でやってます。まだ1名ぐらいでしたら余力がありますので、まだね、そのうち募集しようかと思います。まあ、すぐはしないですけどもね。それから FX オリガルヒには入らないんだけども、今の状態から、プラスアルファでちょっとだけね、FX のことを理解したいよって方のために、まあ、小さな教材がね、いくつかありますんで、そちらの方もこれからご案内することがあるかもしれません。でも基本的には、もうスパッとオリガルヒ入った方がいいですね。いきなり大人数は受け入れられないんですけども、月に1人とか2人だったらね、入ってくれてもいいのかなって気はするんですよね。ただ、今、頑張って学んでくださってる FX オリガルヒの方、結構サポートをね、してるんですよ。個別がすごく多くなりました。で、そういう方は実力をつけてくれてます。ものすごい、メキメキと実力つけてくれてます。というのが、いかに気づいてもらうかってことなんですよ。テクニカルは皆さんも頭に入ってますからね。で、テクニカルが、あ、こんなとこにあったんだ。こういうふうに埋めればいいんだっていうふうな気づきを繰り返していくことなんで、だから、事後考察といいますか、チャートが出来上がった後でね、後解説を繰り返すことで、実力をつけるっていう、そういうふうな段階に入ってきますんで、結構いいとこ行ってます。後解説ができるようになると、もうすぐそこなんですよ。まあ、ですんでね、10月とか11月、そうですね、今年中に、その後解説ができることによって、本当のね、テクニカルでの相場予測ができるような人っていうのは増えるんじゃないかなと思ってます。今年始めた FX オリガルヒ、まあ、正味6月からなんですけども、6ヶ月経つと12月でしょ。6ヶ月でここまで FX が強い人ができるっていうのは、私としてもちょっと驚きですけども、でも、そのぐらいじゃないとね、私のこの FX オリガルヒっていうのは、高いレベルになりませんので、これからもますますね、実力をつけていただくために、情報発信の方させていただきます。プラス、いまいち乗り切れない人、大丈夫です。大丈夫ですからね。順番に強くなりますから、FX は。ですんで、今がこの時と思ったら、個別のメッセージをお待ちしております。まだ全然返信には余力があります。グッドラック。